こんにちは、中3工房のマナです。今回も視聴者さんから送られてきたイラストをリメイクしていこうと思います。今回送ってきてくれたイラストはこちらでーす。小学4年生のニックネームみかんちゃんが送ってきてくれました。みかんちゃんのイラストめっちゃ雰囲気いいですよね。女の子の表情とかも相まってなんかすごく儚い幻想的な感じがします。すごくいいシチュエーションの絵だなって思います。そしてこちらのイラストをリメイクするにあたって私が考えた図案がこちらでーす。まずは顔でーす。顔を描くときに私が一番意識したことはこの表情ですね。描かない感じの顔の雰囲気を感じたので、私も下がり眉で目はクリクリに描こうと思います。あとはあんまりアレンジはしてなくって、もうみかんちゃんの元の絵を私の絵柄に落とし込むっていう感じですね。次は服でーす。服はちょっとアレンジしました。まず肩のところを紐にして、腕周りとかスカートの一番下の裾のところをちょっとフリルっぽくしました。あとみかんちゃんの元の絵のスカートの一番下のところが2層になってるように見えたんで、私も普通のワンピースに半透明のふわってした感じの素材が上についてるような感じにしようと思います。最後に構図です。構図はこのみかんちゃんのイラストの雰囲気を出すために結構悩んだんですけど、大まかなシチュエーションをみかんちゃんの通りに描こうと思います。下は海で、背景に月があって何かしらに座っている。私は今回はブランコにします。あとは表情も色々かかってくるんですけど、儚い感じで描いていこうと思います。それではリメイクしていきます。リメイクのイラストはインスタや X のダイレクトメールで募集してます。私がこんな感じでリメイクしていきますので、ご応募お待ちしてます。
中さん工房の作品紹介です。今回はこちらの陶器です。花瓶としても使えますし、注ぎ口がついてるのでおつゆとかを入れて使うこともできます。こちらの商品が気になった方はダイレクトメールでお問い合わせください。それでは見せ合いレッツゴー。はい、それではリメイクが完成したのでみんなに見てもらおうと思います。今回リメイクした絵はこちらでーす。うわーかわいい。こちらは小学4年生のニックネームみかんちゃんが描いてくれました。これすごいね。そう、めっちゃかわいいよね。なんか儚げな、なんかベンチに座ってる感じかな。海かな、下ベンチの海の月だよね。ねえ、なんかこの世界観がさ、めっちゃかわいくない？みかんちゃんの、まあ、バックの背景のさ、三日月がやっぱりよくない？セラムーンみたい。あー、しかもこの女の子の表情もさ、かわいいよね。かわいい、センス神。じゃあこれいつも通りマナが、マナ流にリメイクして。はい、そうですね。じゃあ出しますよ。みんなドキドキする？この瞬間が一番楽しみだね。いっせーので、うわ、これはやばい。やばいよ。よくない？いや、よくないというか、よすぎ。ブランコ。そう。え、めっちゃ可愛くない？この女の子。めっちゃ可愛くない？めっちゃ欲しい。ブランコの、しかも金具？金具いいよ。金具は可愛い。しかも金具に欲しいね。そう。神なんリメイク。神じゃん。しかもこの下の部分も忘れてないよね。そう。みかんちゃんの足みたいなやつは金具ね。そう、私は金具と解釈しましたね。この三日月の夜空の海の上のブランコ？うん。もうこのテーマ何？やばい。しかも肌の色がさ、じゃ色入ってない？そうなんですよ。今回ちょっと月から光が来るでしょ、うん、だからちょっと逆光気味にしたかったんよね。ちょっと怖かったけど、普通肌はベース塗るじゃん、 E0000 で、うん、その後に B の60を入れたんよ。あ、B の60ね。 B の60ぽいぽい。終わったと思った最初。しかもまたさ、みかんちゃんのこの女の子似てるんよね。そうなの。似てない？似てる。イエーイ。しかも目細かいな。そう、目キラキラでしょ。ちょっと見てほしいんだけど。はい、なんでこんなにちっちゃく色が入れれる？めっちゃ楽しかったよ。でも圧巻ですか？圧巻ですね。しかも空のさ、色がさ、深いさ、緑。何色かわかる？ BG64。 あ、ブブ。実はね、 B の99なんよ。あー、めっちゃ濃いやつね。濃いよ。そう、一色で、あの、今回は均等に塗らないようにというか、自然な空を演出したかったから。あ、そういうこと？あ、これ一色なん、バック背景一色。マジで？え、これスパッタリング？そう。え、これ切り取った、またえ、でもそんな細かく切り取ってないよ。しかも星をね、舞い取るっていうのもいいよね。そう、いいね。しかもさ、よく見てるんよ、あの髪の毛の2つの星とかさ。そう、可愛いでしょ。もう絶対見逃さないよね、イヤリングとか。なんだろう、まとまってるよね。色が少ないからかな。あー、そうかも、うん、同じ系統の色ばっかりだからね、うん、すごい幻想的な雰囲気がいいよね。そう、今回はそれを意識したんよ。多分みかんちゃんもこういう色のイメージしてるわけよ。いやー、わかんないよ。いやー、多分こういうイメージだと思うよ。だって完全にこれ夜の海は絶対合ってると思うよ。そう、私も夜の海だろうなっていうのは思って、うん、そこのこの椅子をブランコにしたのがね、素敵だね。ナイスアイデア。いやー、みかんちゃん喜んでくれるだろうね。みかんちゃんの絵もすごい素敵じゃん。素敵ね。まあそれがあるから、こういう素敵な世界観が描けるっていうので、今回もすごい面白いリメイクだね。うん、素晴らしいね。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、インスタ、Xのフォローもよろしくお願いします。それではまだでした。バイバーイ。